チャオチュールあっちゃんです。はい、ということで、今日は4月の26日でね、木曜日、あっちゃんちの朝ごはん作っていきたいと思います。はい、パン、今日もフジパン本仕込み。昨日誰か書いてくれたけど、パンが黄色いね、昨日かおとといか忘れた、黄色いねって書いてくれたけど、確かに、フジパンのね、本仕込み黄色いね、ムラがあるみたいなね、長熟は真っ白やけどね、多分なんか、本仕込みもね、耳美味しいね、そんな、なんていうのかな、長熟に負けず劣らずって感じ、だからあっちゃん、結構、長熟なかったらね、本仕込み食べてるもんね、パッコかね、フジパンは間違いないってちょっと思ってんね。今日はね、今日はちょっと耳の美味しさを味わうために、耳いっぱいまでソースをつけず、でベーコンはね、お弁当と、子供にスパッと残った1枚を使って、これで食べましょう。焼いていこう。よいしょ。だいぶ片付いたよ。いやもうね、今日のラストスパートでね、ほぼ完璧でしょう。はい、ということで、朝からパワーを出していくのに、ストマトを飲んで、で、コーヒーを飲んで、いつものね、あっちゃんのモーニングルーティーンでございます。はい。来週はお買い物行けるかな。来週って週末行かなかな。週明けのお弁当の分もあるでね。あ、でも週明けって来週あれやんな。ゴールデンウィークやんね。ゴールデンウィークから中日、月曜日休みか。ね。火、水だけか。1日、2日で3日から休みやもんね。来週お弁当動画少ないです。はい。で、ゴールデンウィークやからね、子供も休みやし、なんだかんだで来週は、あっちゃんねる、動画がいつものパターンじゃないパターンで、進行になると思います。はい。ここでね、コーヒー。よいしょ。今日はね、焦がしキャラメルラテ。はい、ボスです。で、ミルクはめぐみルクがもうないわ。早く片付けないとな。足元もうちょっとだけ片付けたらすっきりすんだけど。北海道 3.7 牛乳ミックス。ということで朝ごはん食べましょう。はい、焼けました。では食べましょう。ちょっとね、肌寒いね。ちょっとね、袖が、寒い。半袖ではね。上、羽織ったら羽織ったで、あったかすぎたりする。暑いねんね。まあ、どうでもいい。食べよう。はい。では、いただきます。まず、耳のね、美味しさを。サクッとして美味しい。けど、やっぱあっちゃんは長熟が一番美味しいと思うね。もちろん他のね、専門店のパン別としてね、市販でどこででも大体手に入る食パンの中でやったら長熟が一番いいかなって。昔ね、どこの何とは言わへんけど、一斤60円のパンがあった。それ買って食べてたんで、
朝まあ食べるら食べるだけやからパンでいいやと思って。でパンって意外とね、ご飯って美味しいのとまずいのってすごい差があんねん。でダメやねん。でまずいよ、ご飯お米って食べるのが苦痛なぐらいまずいねん。でもパンのまずいのって上のバターとかトッピングとかでなんとかごまかせんねん。パンご飯のお米のまずさはごまかされへんねん。カレーとかああいうもんにしゃへんかった、普通になんかと食べた時ってね。だからご飯はあんまり好きじゃなかったけど、パンって安いのでも食べられるからと思って朝に食べてた。でちょっとね余裕ができてきた時に、うん、ちょっとパンをこだわろうと思って、うん、いいパン買ったりしててね。んなら長熟が美味しいのに気づいた。で今更戻られへんって思うんだけど、一回戻ってみたね、60年。確かに美味しくはない。うん、美味しくはないんだけど、食べられへんこともない。パンってだから、うん、安いパンでも食べられへんなんて。60年パン。食べた時の耳の香ばしさが全然違うし、パンのね、パン自体の味がもう全然違うんだよ。ダメやね。うん。でも、うん。食べられへんことなかったよ。その中でやっぱり駅中さんが長熟、うん、まあ、本仕込み食べた時に言うだけだけど、本仕込みもね、まあ、まあ美味しいよ、うん、結局パンって生で、まあ、ちぎって食べたら一番よく分かんないけど、安いパンは生でちぎっては食べたくないね、うん、でも何かトッピングすると、うん、別にまあいいやみたいな。うん、だからね、安いパンの時はフレンチトーストしてたわ。分からへん、フレンチトーストしたら。うん、寒い。ちょっとなんか羽織るわ。ちょっと拭けた。赤と黒、なんかいいコントラスト。赤と黒、トマトとコーヒー。ねえそれ、なんや。ね。片付けのラストスパートをするんだけども、うん、なんかやるぞって気になって、うん、こうやってねスイッチ入った時しかあっちゃんできへんしてね、うん、結構ね毎日したらいっぱいならへんってよく言う人もいてんねんけど、そういう性格の人はね部屋いっぱいならへんね。なっちゃんはできた時しようと思うからいっぱいになる。でまたいっぱいになったら片付けるのを繰り返しないと、これ性格やから直らへんってことよね。まあ、昨日の動画でも言ったけどもね、うん、個性、うん、個性なんや。でもね目覚めはバッチリやねんけど、やっぱ2時間ぐらいしか寝てないから眠たいの。うん、言うてられへんからね、お片付けちゃちゃっとしてしまって、うん、全部片付いちゃうよ、うん、まだね、うん、袋に入れて捨てなあかんものとか、うん、仕分けせんなものとかまだ点在してるから、ここをちゃんと今日詰めたら午前中には片付くはず、うん、頑張るべ。
って思うやから、うん、まあ寮の時の先生やから知ってるし、何回も家には来てくれる先生やから知ってるんだけど、何回も言い訳してないから、何回も聞いてないな、何回も会ってる先生なんだそれ、うん、なんね、若い先生やけどすごい人、熱心やしね、うん、3時からやん眠たいわアレクサ、明日は何の日？あれ、無視されたアレクサ、明日は何の日？アレクサ、明日は何の日？1890年4月27日に東京の上野に帝国図書館、現在の国会図書館が開館しました。帝国図書館は1947年に国立図書館と改称し、現在は永田町にある東京本館に蔵書が引き継がれ、上野の施設は国際子ども図書館に改装されて、児童書関連の図書館サービスが行われています。うん、国会図書館できてへんね。ね、もともと上野にあったけど、なんかね、こっち移動してんね、うん、奈良にもね、国会図書館ね、奈良と京都の間そこにね、学研都市があるんだけど、そこに国会図書館があって、うん、そこもお客さんがいていて、うん、何回か車とにいたことあるわ、うん、近い1時間にかかるのかな、うん、ここまでとに行って車検させてもらって、で納車してみたいな、1時間とかね、時間普通に納車引き取りしてた、うんうん、満足満足、うん、だね、まあちょっとね、この周りを片付けして、うん、ね、台所の方もね、もう昨日夜ちょっと片付けて、台所はもう、ね、昨日はもうちょっと片付けて、あとは足元に置いてある、いや、いらないものを捨てたいけど、明日はやねん、ゴミの日ね、うん、で缶瓶の日が月1回ね、瓶が来週月曜日か、うん、で缶が再来週の水曜日かな、なんかそんな感じだったと思うけど、うん、じゃあ来週の水曜日か、え、じゃあ今日来週月曜日、再来週月曜日や、缶は第一月曜やけど、第一月曜やから、うん、最終日曜日、月曜日なのか、だから5月の第一月曜日、次1回しか瓶とか缶とか取りに来てくれへんからね、たまんねん、うん、まあね、うん、まあ缶瓶の日にまではどっかちょっと置いとかなあかんねんけどね、うん、で袋がね、1袋を200円200円で10袋か買うんだけど、それにね、満タン入れても1袋やし、1本入れても1袋やね、だから溜まるまで溜めとかともったいないやん か缶は結構、まあね、缶潰せるから結構袋に入んねん、だからなかなか溜まらへん、で瓶も瓶でなかなか溜まらへんねん、瓶なんかあんま飲まへんから、だからほんまにね、半年に1回とかしかほかさへんねん、捨てへんねんけど、もうぼちぼち溜まってるから捨てたいねんけどもね、で
茶碗になるから瓶の袋をね下のところ置いたんだけども、そこに小袋に入れてそっち移し替えてね、袋は入れたらあかんけど移し替えなあかんね、袋も入れられへんからなんだけど、なかなかねそれがなんていうの邪魔になる、うん、そうじゃなくね、もうあんなリサイクルやからお金取らんと、まあ、お金取ってもいいけどもさ、昔はカゴやったの、こんなバスケットみたいなのを毎家庭にくれて、そこに入れて出しといたら持って行ってくれて、バスケット引き上げに、ね、バスケット名前って書いといてね、やねんけども、そうじゃなくなって袋変えてなって毎回、うん、さあリサイクルとか言ってね、そんなんしたら袋にしたらなのじゃん、僕その辺にほかす人もいてんねんね、ほかすって捨てるね、うん、でもリサイクルするからって無料で引き取りってなったら、うん、なんていうかな、ちゃんとそこちゃんと仕分けすると思うよ、うん、なんか死のやり方がよくわからへん、まあちゃん友達ね、どこやったかな、神奈川県の人やねんけど、ゴミ袋がもう一袋に全部入れてねて、瓶も缶も生ゴミも一緒に入れていいね、なんでか言ったら焼却炉の温度が高いから瓶も缶もきれいに燃えんねんって、で瓶缶はリサイクルするより燃やした方がお金かからへんねんって、リサイクルする方がお金が無駄にかかっちゃう、うん、って言ってた、だから全部一緒豚にもう焼却炉で燃やしたらいいって、であっちゃんちのうだの焼却炉はすごいいい焼却炉やから、瓶も缶もね、なんか鉄なんかでも溶けてなくなるぐらいすごい温度が高いね、でダイオキシンが出えへんらしいね、やのに使い切れてないね、生ゴミしか燃やしたからって、そんなみんなね缶とか瓶も一緒に入れさせてくれたらさ、もっともっと楽になるし、うんって思うんだけどね、よくわかんないまあ何年後かになるかもわからんけどね、そのもう神奈川県のどこだったかな、どこのしか忘れたけどね、なんかそんな人が言ってたけど、その役所の人が言ってて、何億かなんかゴミとかその仕分け十何種類かなんかで仕分けしててんけど、そうすると何億かか無駄に捨ててんで、一食単位全部焼却炉で燃やしたら年間億単位で節税できるって言ってた、うん、もっとそういうところねしてほしいな、そうやって節税してちゃんとね税金を使ってほしいな、まあ、ちょっとね税金を納めるようになったからして偉そうなこと言うわけじゃないねんけど、はい、まあまあまあその話はどうでもいいけど、うん、まあね、うん、はあって感じですわ、はい、ってことでね、うん、眠たい、はい、今日はそんなこと言わんとね、愚痴ってないでゴミをちゃんと捨てましょう、はいということで今日はお片付け、今日もお片付けして、今日ラストスパート、もう今日でもお片付け終わりやと思ったらね楽しくできそうなんで、ちょっと頑張って、いや頑張らずに楽しくお片付けをしたいと思います、はい、ということで、今日のあっちゃんの朝ごはんベーコンのピザトーストみたいなもの、よかったよと思ってくれたら高評価を、あっちゃん雑談長いけどよ面白いよと思ってくれたら高評価を、あっちゃん好きよと思ってくれたら高評価を、で応援コメントとチャンネル登録お願いします。ではまたね。バイバイ。今日もみんなが幸せでありますように。